中華人民共和国香港特別行政区通称、香港は中華人民共和国の南部にある特別行政区である。同じ特別行政区で、ポルトガルの植民地であったマカオは南西に70キロメートル離れている。東アジア域内から多くの観光客を引きつけ、150年以上にわたってイギリス植民地であったことで世界に知られている。 1104平方キロメートルの面積に700万人を超す人口を有する世界有数の人口密集地域である。広大なスカイラインと天然の深い港湾を抱える自由貿易地域であり、アジア4省流のうちの1地域。2016年の中期人口統計によると、香港の人口は92%が過人8、8%はその他の民族である。 香港は東京、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、上海と並ぶ世界都市の一つであり、世界的に重要な国際金融センターに格付けされ、低税率及び自由貿易を特徴とする重要な資本サービス経済を有し、通貨の香港ドルは世界第8位の取引高を有する。香港は世界有数の一人当たりの所得を有するが、 先進経済諸国有数の所得格差もまた存在する。スペースの不足により高密度な建造物の需要が生じ、現代建築及び世界で最も垂直な都市の中心へと都市は開発された。高密度な空間は高度に発達した交通網ももたらし、公共交通機関の利用率は90%を超え世界第一位である。香港は 様々な側面、例えば、経済的自由並びに金融及び経済的競争力において多数の高い国際ランキングを有する。人間開発指数は全面的に高く順位付けされ、知能指数は世界で最も高い地域にもなっている。隣接する中国本土からの PM2.5 による大気汚染とスモッグは、香港市民の健康面への影響は懸念されるが、 香港市民は男女共に平均寿命で世界一になるなど非常に長寿である。香港は複数政党制であるものの立法会の70議席のうち30議席を少数の有権者が支配し先進経済諸国の中では政治的権利において最下点で欠陥民主主義に分類される。ビクトリアハーバーの風景香港という名称は マ江デルタの東岸ンン周辺から集められた鉱木の集積地となっていた湾と沿岸の村の名前に由来する。現在の香港島南部の新湾と高竹港にあたる。英語や日本語での香港という呼び方は関東語によるとされる。標準中国語では香港をシャンガンと発音する。中国語での別名に海があり、略称は港。英文での略称は HK。1959年から1997年の香港返還まで公式に形容された香港の旗。返還後は抗議デモなどで掲げられることがある。1959年制定の文章メディアを再生する1937年撮影の香港香港の関東語話者の大多数は主に隣接する関東省が起源であり、 1930年代から1960年代に中国での戦争や共産主義体制からイギリスの植民地であった香港に逃れてきた人々である。1839年から1842年のアヘン戦争後、香港は大英帝国の植民地として設立された。香港島が最初にイギリスに永久割譲され、1860年に 九流半島が、活上、1898年には、深海が咀嚼された。太平天国の乱、義和団事件、侵害革命、日中戦争などが原因で、香港には、難民が続々となだれ込んだ。植民地人口の、約半分が、香港島に住み、残りは、九流半島、または船に居住した。島の方は岩肌に、 水が浸透しないため、設備なしには、真水の供給が難しかった。1885年、香港で、利用可能な水は1人1日あたり18リットルであった。1918年になると設置できる土地は貯水池と、そこまでの水路でほぼ埋まり、島表面積の3分の1にもなった。それでも、人口増加による水需要の増加には追いつかなかった。 深海も状況は似て、1936年に大規模なジュビリーダムを観光したにもかかわらず、1939年の時点で24時間給水は雨季にしかできなくなっていた。当時香港全体で1人1日あたりの水消費量は75リットルと推定されている。第二次世界大戦の間、イギリス軍と香港義勇軍が放築され、 日本の軍事占領が1945年8月まで続いた。戦前から現在まで香港は慢性的な水不足に悩まされている。問題が激化した1960年代には中華人民共和国から水の輸入を増やしてパイプラインも築かれた。水不足問題は後に咀嚼していた。 深海のほか活上されていた香港島、九龍も含めた香港全領域を返還せざるを得ない状況にイギリスを追い込むことになる。戦後は中華民国に返還されずにイギリス統治が再開され1997年まで続いた。一方、植民地時代の積極的不介入方針は現在の香港の文化及び教育制度の形成に大きく影響した。 なお、香港の教育制度は概ねイギリス式であったが、その後2009年に制度改革が実施された。1989年に北京で64天安門事件が発生すると、香港では再び移民ブームが巻き起こった。大部分の香港からの移民は、イギリス連邦の構成国であるカナダのトロントや、バンクーバー、オーストラリアのシドニーやメルボルン。 シンガポールに向かった。イギリスは中華民国ではなく中華人民共和国をその返還異常交渉相手に選び中華人民共和国間との交渉と英中共同声明の結果として香港はイギリスから中華人民共和国に返還及び譲渡された。一国二制度の原理のもと1997年7月1日に 最初の特別行政区になった。1999年12月にポルトガルから移譲されたマカオも特別行政区である。現在も香港は中華人民共和国とは異なる法制度、政治制度を有する。香港の独立した司法機関は顧問老の枠組みに従って機能する。英中共同声明において正式に記された条項に基づいた。 変換以前に、中華人民共和国側により寄贈された提案である、香港特別行政区基本法において、香港の政治は行われ、国際関係及び軍事防御以外のすべての事柄において、高度な自治権を有することを規定している。なおこの自治権は中国中央指導部の委任、承認に基づき地方を運営する権限であり、完全な自治権。 地方文献的なものではないとされる。香港の地図香港は、香港島、九流半島、深海及び周囲に浮かぶ263余の島を含む。面積は、東京23区の約2倍、沖縄本島や札幌市と同程度に当たる。ランタオ島は、香港島の2倍の面積を有する香港最大の島であり、 香港国際空港の空港島が隣接している。2005年9月には島内にディズニーランドが開園した。香港の地形は山地が全体に広がり、香港全土の約60%、約650平方キロメートルを占める。最高標高は958メートルの大坊山である。中国本土との境界地域に広がる。 元秋平原を除き平地は少ない。元秋平原付近の海岸部には湿原が広がる。温帯化う気候に属し、秋、冬は温暖で乾燥しており、春、夏は海からの季節風と熱帯低気圧の影響で高温湿潤という気候である。秋はしばしば台風に襲われ、スターフェリーやマカオへ向かう水中浴船などの船舶や航空便。 トラム路線が運行停止になることもある。台風の警報が発令されると、各種イベントが中止となるだけでなく、学校や企業、観光庁も休業となる。冬は北風により、中国本土の雰囲人、工場や自動車の排ガスが流入することが多く、近年はそれによる霧やもやがしばしば発生している。九流、香港島地区では、 最低気温が7度を下回ることもあり、深海地区では最低気温が5度を下回ることもあり、投資者も出るため気温低下が予測される日には暖房設備を準備した公共施設を開放することがある。1912年、中間に設立された加工岩造りで新古典主義建築の終身法院退路。 最高法院として建てられ、1985年から2011年は立法局、立法会議児童として使われ、2015年以降は香港出身法院となった。市政局のシンボルマーク市政局の文章香港の政治の特徴は香港返還後に施行された一国二制度にある。この制度に基づき香港は社会主義国である。 中華人民共和国の中で2047年まで、資本主義システムが継続して採用されることになっている。政治的には、植民地時代の行政、官僚主導の政治体制から、民主化、政党政治への移行が期待されたものの、中華人民共和国からの度重なる介入により、民主化の後退が懸念される事態に直面している。 1997年に香港は、香港特別行政区として改編され、特別行政区政府が即日成立した。香港特別行政区は中華人民共和国において、省や直轄市と同等の地方行政区とされる。しかし、中華人民共和国憲法第31条及び、香港特別行政区基本法に移居し、 返還後50年間は一定の自治権の付与と本土と異なる行政、法律、経済制度の維持が認められている。そのため、香港は中国香港の名称を用い、中華人民共和国とは別枠で経済社会分野における国際組織や会議に参加することができる。しかし香港は港人地方として高度な自治権を享受しているが、 外交権と軍事権以外の完全な自治権が認められているわけではない。2020年には中国が香港に国家安全法を導入する方針を決めたことを受けてアメリカのドナルド・トランプ大統領は香港の高度な自治は保障されなくなった。中国は一国一制度に変えたと非難する動きも見られた。主張である行政長官は職能代表制として 職域組織や業界団体の代表による間接制限選挙で選出されることになっており、その任命は中華人民共和国国務院が行う。香港の立法機関である立法会の議員は半数が直接普通選挙によって選出されるが、残り半数は各種職能団体を通じた選挙によって選出される。行政長官と 立法会議員全員の直接普通選挙かを、どの時期から開始するか、香港返還直後から議論になっている。2007年12月29日に、全国人民代表大会の常務委員会が、行政長官の普通選挙の2017年実施を、容認する方針を明らかにしたものの、立法会議員全員の直接選挙については今なお、時期について言及していない。 市長や局長は行政長官の指名により中華人民共和国政府が任命する。行政長官と市長局長クラスに限っては中国籍の人物でなければ就任できないが、それ以外の高級官僚にはイギリス人やイギリス連邦諸国出身者も少なくなく新規採用も可能である。香港基本法の改正には全国人民代表大会の批准が必要であり、 香港特区内では手続きを完了できない。同法の解釈権も全国人民代表大会常務委員会が有している。香港の司法府である終身法院の裁判権は香港特区内の事案に限定され、香港が外地ではなく独立という選択肢がない中国の不可分一体の領域であるためである。現在、基本法によって 香港では集会の自由や結社の自由が認められているため、中国本土とは異なり自由な政党結成が可能であり、一定程度の政党政治が実現している。香港の政党は民主派と親中派に対別され、立法会議員全員の普通選挙化について、民主派は2016年からの実施を、親中派は2024年からの実施をそれぞれ主張している。 香港の衛星写真香港には18の行政上の下部地域がある。1982年に区議会が設置されたことに由来する。その後、九流地区から深海への人口移動に伴い、区の再編が行われている。1985年に湾区から青谷屋区が分離した。1994年には油尖区と左官各区が合併し、 現在の油センサ管区となった。終身法院大老の剣と天秤ばかりを携えた正義の女神、テミス像。真実と公平性を天秤にかける正義の象徴である。中華人民共和国本土とは異なり、香港特別行政区基本法に基づき、英米法体系が施行されている。基本法の規定により、本土の法律は、 別段の定めがない限り香港では施行されない。基本法の解釈問題以外の法体系はイギリス領時代と全く同一である。したがって死刑制度も存在しない。独自の法執行機関も保有している。返還によりイギリス領ではなくなったためにロンドンに数密院を求めることはできなくなった。そのために1997年7月の返還と 同時に裁判も原則として、香港特区内で完結する必要性が生じた。そのため、返還後、最高裁判所に相当する終身法院が設置された。この時点で新たに設置の終身法院の判事のために5人以上のベテラン裁判官がイギリスから招聘された。返還後の司法体制のために、急創主国から交換に当たる。 イギリス人の人材を新たに招くという、陳時は、中央政府が英米法を厳格に適用するための、人材について不足していることを率直に認めたことを、表しており、意外な、柔軟性あるいは、現実適用性を確認する事象であったと言える。終身法院の下には、高等法院、区域法院、裁判法院などがある。裁判は三審制である。 ただし、基本法の中央に関する規定及び中央と香港の関係に関わる規定につき条文の解釈が判決に影響を及ぼす場合、終身法院が判決を下す前に全国人民代表大会常務委員会に該当条文の解釈を求めることとされる。香港は中国の一部ではあるものの香港と本土との行き来は 出入国に準じた取り扱いとなっている。2018年9月23日に香港と本堂結ぶ港不可思考高速鉄道が全線開通したことに伴い、同鉄道内で唯一香港に設置された、香港西急流域では、香港と本土の出入り境管理が行われるようになった。このため、同駅構内に引かれている黄色い線より、片方は、 本土の警察が駐在することとなり、その先に本土の入域審査場と税関がある。中央政府と香港政府は、香港内で出入り境手続きを済ます。一治療権について、乗客の利便性を考えたとしている。中国の一部である香港に外交権はないが、基本法の規定により香港特別行政区は、経済社会分野の条約の締結。 国際会議や国際機構への参加が認められている。対外実務に関しては、中央政府の出先である、外交部中香港特派員公所が管轄している。経済分野では、香港政府独自の域外、在外代表部を置いている。国外の香港経済貿易ベンジところは商務を呼び、経済発展局が管轄し、中華人民共和国本土にある中北京ベンジところと、 中越経済貿易弁事ジところは生成及び内地事務局が管轄している。中北京弁事ジころは政務史市長の管轄であったが2005年の行政長官姿勢方針において対中央政策を生成事務局に集中させる方針が出され現在の形態となった。台湾の航空機や船舶の香港乗り入れや台湾人の香港への旅行条件は 返還前と変わらないが、航空機や船舶に、中華民国の国旗である、青天白日万地公機を塗装、形容することは事実上禁止されている。香港返還を控えた1995年に、チャイナエアラインの保有する、航空機の塗装が塗り替えられ、青天白日万地公機に変わり新しい、コーポレートシンボルの梅の花が垂直尾翼に描かれるようになった。 香港人が中国本土へ入居する際には、パスポートや香港身分証の代わりに、港機巨民来用内地通行証が必要とされる。出入り境管理は中国大陸とは別個に実施されており、詐称も異なる。ただし、戦術の通り経済分野以外の在外駐在機関がないため、申請は各地にある中国大使館が窓口となっている。 1997年の香港返還以来、中国本土の大幅な経済成長により、民間交流は活発化している。例えば、中国本土から香港の大学に入学し、香港で就職する内地人が4割、香港から中国本土の大学に入学し就職する香港人が6割という現象が起きている。関東省の木南大学で学ぶ。 香港人学生はこれまで80%の卒業生が香港での就職を希望したが2009年になると50%が本土での就職を希望している。香港男性と大陸女性の婚姻件数は1996年の2215件から2006年の18000件となり、香港女性と 大陸男性の婚姻件数も1996年の269件から2006年の3400件と大幅に増加している。2006年には香港の婚姻件数5万件のうち4割が香港人と大陸人の婚姻となっている。男女の人口比率は2007年には912、1000であったが30年後には大陸女性が 香港男性と婚姻し定住する案件が増加するため7 0 9千となる推測も出されている。購買力が高い香港ではメイドを雇用する家庭が多い。その働き手として15万人のフィリピン人が香港に在住している。しかし1990年代にも香港のコンドミニアムでフィリピン人メイドと犬の使用禁止の張り紙が出され二千九年に 香港の著名コラムニストが南シナ海南沙諸島領有権問題に絡んでフィリピンを召使いの国と揶揄するなど香港人の差別意識が問題となっている一方大陸から香港への観光客は飛躍的に増加し最大の観光客となっている特に香港との経済格差が小さい新鮮では飛行席者へのビザ取得規制が 大幅に緩和され、リピーターが増加している。第一次及び、第二次世界大戦の戦死者を追悼する、和平記念日。石造りで、ロンドンホワイトホールの慰霊碑のほぼ原寸大の、副生物である返還前は、イギリス軍が、ノボルセンスや赤柱などの基地に、正規兵の他に、グルカ兵などの傭兵を含む、海軍、陸軍部隊を駐留させていた。同司令官は、 香港総督のもとに位置した。返還後には、イギリス軍に代わり人民解放軍中香港部隊が駐留している。人民解放軍中香港部隊の司令部が置かれているセントラルの中国人民解放軍中香港部隊大化は、返還までは、イギリス軍の司令部が置かれていた、プリンス・オブ・ウェールズ・ビルであった。人民解放軍中香港部隊司令官は、 中央軍事委員会及び、中華人民共和国国防部の下にあり、香港行政長官には部隊への指揮権がない。基本法の規定により、イギリスやイギリスの同盟国であるオーストラリアや、アメリカを含む、外国官邸の休暇上陸を含む機構は変換後も、中央政府の同意を経て可能とされている。ただし、中央政府の移行により機構が許可されないケースもある。 香港の人口ピラミッド2016年の中期人口統計によると香港の人口は733万6585人2011年の人口調査以降の都市平均人口増加率は0.7%であった香港は世界で最も人口密度が高い地域の一つであり1平方キロメートルあたりの人口密度は6540人である 2018年には745万5245人となっている。18の区のうち最も人口密度が高いみ、堤区では5万4530人に上る。香港の出生率は1000人あたり12.5人で、世界でも低水準にある。香港東北部の住宅地と急流半島に人口が集中している。両者を合わせて127.75。 平方キロメートルと香港全体の面積の12%弱の地域に香港総人口の約48%に当たる約338万人が居住している。急流地区の1平方キロメートルあたりの人口密度は44,917人。同じく香港島北部は15,726人である。同地域は 海外からの移住者が仕事探しを行える環境として比較的恵まれていることが特徴ともなっており、労働移住者の割合は24%という高めなものとなっている。香港の人口で最も多いのは、家人と呼ばれる中国系で全体の93%を占める。家人以外で多いのは、メイドなどの出稼ぎ労働者として多くが働いている。 フィリピン人やインドネシア人で、かつての宗主国のイギリス人が継ぐ。日本人は、約1万4000人居住している。香港返還以降の人口増加の大半は、中国本土からの移民による。香港大学アジア太平洋研究センターの帝、広安ジョリ教授は、中国本土からの移民人口を総合すると、2001年時点の、 香港総人口の約1割に当たると指摘する。2015年の調査によると、1997年の香港返還以来、中国本土から香港に移り住んだ人の数が87万9000人に達していることが明らかになった。香港の人口の8人に1人が本土出身者という計算になる。仏教、道教、ついでキリスト教徒が多い。 道教に根差した思想や風習が広く市民の間に浸透している。官邸や天皇など道教の神を祀った寺院が中心部、郊外を問わず各所に建てられている。近代的なビルの一角やオフィス、店舗の片隅に官邸が祀られていたり、路傍などに土地神を祀る小さな祠がしつらえられていることも多く、そこには多くの場合、 先や薬物が絶やさず備えられている。イギリスによる長年の統治の影響により、キリスト教も比較的広く信仰されている。歴史的な建造物であるものから雑居ビルの一室のものまで含めた各宗派の教会や、キリスト教系の団体を母体とする、福祉施設や学校などが数多く存在している。他にも、仏教寺院やイスラム教のモスク、 日本の宗教団体の施設などもある。中間の複合商業施設である国際金融中心国際通貨基金の統計によると2015年の GDP は3092億米ドルである。2015年の一人当たりの GDP は42,294米ドルであり、世界的にも上位に位置する。 2016年の一人当たり国民総所得は43,240ドルでドイツに次ぐ世界第16位となっている。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界6位の都市と評価された。アジアの都市ではシンガポール、東京に次ぐ3位である。日本の民間研究所が2017年に発表した。 世界の都市総合力ランキングでは世界9位の都市と評価された。世界屈指のビジネス拠点であり、2012年5月、スイスのシンクタンクによって2年連続で世界で最も競争力の高い国、地域に選ばれた。富裕人口も非常に多く、金融資産100万ドル以上を持つ富裕世帯は約21万世帯であり、フランスやインドをしのいでいる。 およそ11世帯に1世帯が金融資産100万ドル以上を保有しており世界有数の密度を誇る個人資産10億ドル以上を保有する大富豪は2016年時点で68人でありニューヨークに次ぎ世界で2番目に多い都市である25年連続で世界で最も自由な経済体に選出されているように経済形態は規制が少なく 低税率な自由経済を特徴とする。食料や日用品などの対外依存度が高い。もともとイギリスの対中国貿易の拠点であったことから中継貿易が発達していた。1949年に中華人民共和国が成立すると大陸から多くの移民が香港に流入。それを安価な労働力として活用することで、 労働集約型の繊維産業やプラスチック加工などの製造業が発達した。1970年代からは、香港成長が深海における、住宅団地開発や交通インフラ整備などに着手。香港経済は急速な発展を遂げる。しかし1970年代後半になると、労働コストの上昇や工業用地不足などの問題が、顕在化してきた。 そして中華人民共和国の改革開放政策により1980年代からは従来の製造業は関東省の新鮮市やトンガン市をはじめとする玉江ベルタへと移転香港は中華人民共和国を後輩地とする金融センター物流基地へ転換した1997年の返還後は中国本土への経済的依存は強まり2003年には 中国本土、香港経済連携緊密化取り決めが中国本土と香港の間で調印され、その後も補充協議が実施、締結されている。関東省のイニシアティブによるハンタマイデルタ協力にも参加している。香港は世界最大級の都市圏を目指す越港、沖大湾区構想の一部でもある。イギリス時代から完備された法体圏や 税制上の優遇措置、高い教育水準を有し英語が普及していることから、賃貸物件賃料が世界最高水準であるにもかかわらず、アジア市場の本社機能を香港に設置する欧米企業が多く存在する。香港の GDP の80%をサービス産業が占める。観光産業が GDP の約5%を占めるほか、古くから 映画産業が盛んである。香港経済界の代表的人物として、超高集団を率いる理科生が挙げられる。地価が高いこともあり、香港はシンガポールと同じく物価高の傾向があり、商品や為替変動によっては、東京の消費者物価を上回ることがある。電力や通信などの社会インフラ企業を、はじめ建設や運輸、金融や流通、サービス業や、 報道機関まで、様々な業種の大企業が揃っており、東南アジアや中華人民共和国のみならず、日本やイギリス、アメリカなどへ進出している企業も多い。主な財閥、企業グループは、イギリス系、歌人系、中国本土系の3つに、大まかな分類ができる。歌人系には、商工実業グループや赤い、ノリトヨなどがある。伝統的には、 イギリス系のジャーディン・マッセソンやスワイヤーグループ、香港・上海銀行が有力だが、全2社は1970年代以降、ハチソン・ワンポアなどの過人経済罰による買収などで、勢力を縮小させている。中国本土系の企業としては、過順集団、招き商極集団、中国銀行、中国旅行者やシティクスがある。日系企業の進出が盛んであり、 2018年時点で1393社の日系企業が香港に拠点を置いている。これは香港に進出している外資系企業の中でアメリカなどの欧米企業を抑えてトップの数である。2021年3月に発表された金融センターランキングにおいて世界4位と評価された。アジアでは上海に次ぐ2位である。 2016年の外国為替市場の1日あたりの取引額は4370億ドルであり、日本を追い抜き、イギリス、アメリカ、シンガポールに次ぐ4位に浮上した。貨幣、金利貨幣である、香港ドルは、イギリス系の香港上海機ゆたか銀行と、スタンダードチャータード銀行、中国系の中国銀行の商業銀行産業によって発行されている。 ただし、十本港ドル紙幣の一部と効果は、香港金融管理局が発行している。返還後の2001年に金利が自由化されたものの、2005年5月18日にアメリカ合衆国ドルとのペッグ制から、目標相場権制度に移行されたことにより、金利は基本的にアメリカ合衆国の金利動向に追従する。証券主要な証券取引所として、 1891年に開設された香港証券取引所があり、東京証券取引所やシンガポール証券取引所と並び、アジアを代表する証券取引所となっている。市場の動きを表す指数として、代表50名柄を対象として、時価総額過重平均で算出した反戦指数がある。運輸世界三大夜景の ビクトリアハーバーや景香港等の繁華街、スカイ103丁駅サデン競馬場チムシアッツのアベニューオブスターズスターフェリー香港ディズニーランド、香港海洋公園ナガス島最高を波湾、シャープピークス海有数の観光都市であり、イギリスの市場調査会社ユーロモニターが公表した、統計によると、外国人旅行者の来訪数が世界で最も多い都市であり、2012年には、 約2380万人が訪れた。観光産業が経済的に大きな位置を占めるということもあり、香港政府観光局やフラッグキャリアのキャセーパシフィック航空を中心に海外での宣伝、観光客の誘致活動が大々的に行われており、現在、観光親善大使を香港出身の映画俳優であるジャッキー・チェンが務めている。香港と 中西区には、香港上海銀行、香港本店ビルや中国銀行タワー、国際金融中心などをはじめとする、超高層オフィスビルやホテルが、九龍区には、環境貿易広場、油センサ管区などの繁華街には大規模な、ショッピングモールや様々な様式のレストラン、高級ブランドのブティックや、エステサロンなどが立ち並び、活況を見せている。香港は、 世界三大夜景の一つである。古くから100万ドルの夜景の異名で世界的に知られており、特に香港島のビクトリアピークやチムシアッツのウォーターフロントプロムナード近辺からの消防が名高い。12月のクリスマスシーズンから農歴新年にかけては、ビクトリアハーバー沿いに立つビルに特別のイルミネーションが施される。郊外や島所部では、 昔ながらの風景や自然が多く残されており、ハイキングなどを楽しむことができる。2005年9月に、香港の新たな名所としてランタオ島に、香港ディズニーランドがオープンした。1960年代から映画産業が盛んであったこともあり、現在も香港映画の多くに、これらの観光名所が登場するほか、日本やアメリカの作品においてもこれらの観光名所が、 登場することも多く、観光客誘致に一役買っている。近いうえに観光資源が豊富なことから、1970年代の海外旅行ブーム以来、日本人の間で人気の旅行先としての地位を保っている。それに対して、日本が香港市民の人気の旅行先として定着しており、当初は東京を主な旅行先とするケースが多かったものの、 東北地方の温泉地巡りや北海道でのスキー、大阪や九州のテーマパークなど、その目的地が日本全国へと広がってきており、香港市民の日本へ対しての興味の幅広さが伺われる。香港島急流深海、ト東ザペニンシュラ香港と、シェラトン、香港ニューワールドミレニアム香港ホテルザリッツ、カールトン香港急流コンデナストトラベラーや、 インスティチューショナルインベスターなどのホテルランキングで高い評価を受ける超高級ホテルや国際的チェーンホテルから長期滞在者向けの低価格宿泊施設まで様々なホテルが揃っている。150以上の駅を有する香港 MTR 香港では郵便、電話、インターネットなど地球上で使用可能な通信手段は概ね全て享受できサービス品質も 世界中で最も高い部類に入る。ただし電報は利用者が減りサービスが終了した。電話は多数の通信運営会社が設立され、各社の自由な競争の結果、消費者は安価で良質なサービスが受けられるようになっている。金立てのある中国大陸とは異なり、通信の自由は保障されている。香港での郵便事業は、 公共企業体香港郵政が行っており、これはイギリス統治時代から引き継がれたものである。1997年の中華人民共和国への返還後も中国郵政とは切り離して運営されている。ただし返還にあたっては香港郵政のコーポレートアイデンティティが変更されるなどの変化が見られた。現在、香港にある郵便ポストの色は深緑であり、これは コーポレートカラーにもなっている。香港は中国香港名義で万国郵便連合に加盟している。固定電話固定電話同士の市内間通話料金は基本的に無料である。香港の固定電話事業のサービスは数社が行っている。最大手は電人英化で、その後に数乗り電人や新移動、電人などが続く。香港でも 日本と同様固定電話にも番号ポータビリティ制度が存在するため各社の競合が見られる。国際電話は香港ではその運営会社が数十社あると言われており料金からサービス品質まで消費者にとっては様々な選択が可能となっている。市内には公衆電話が多数設置されている。中にはクレジット機能を持つ ID カードが使用できたり、 公衆電話端末の液晶ディスプレイからインターネットを閲覧できたりする高機能型のものもあるが、携帯電話などの普及によりその数は減少傾向にある。携帯電話現在香港では多数の携帯電話運営会社が乱立している状態にあり、その中で競合が激化している。香港の携帯電話普及率は概ね人口比の8割から9割で、 世界で最も高い水準にある。各社とも電波受信エリアの人口カバー率はほぼ100%であり、地下鉄やトンネル、超高層ビルなどを含む香港のほとんどの場所で発着信が可能である。香港では月決めによる一般的な契約形態に加えて、プリペイド式携帯電話のような前払い料金制での契約も多い。 欧米諸国と同様に着信にも課金される。日本国内で契約された携帯電話端末には、香港で使用可能なローミングサービスが提供されているものがある。国際ローミングの対象でない日本の端末は、香港では使用できず、機能、サービスによって利用できない場合がある。日本国内で契約された端末の国際ローミング料金は、 非常に高いため、香港によく渡航する人は、プリペイド式携帯電話を香港で購入した方が経済的。空港やコンビニなどで各社プリペイドシムカードを購入するには、香港身分証は必要ない。月額式の加入契約には、香港身分証と住所証明書のみ必要になる。香港以外に渡航した場合でも、渡航した国にて、 シムカードを購入すれば、日本、韓国以外の全世界で利用可能。オーストラリア、イタリアなどと同様、香港で販売されている携帯電話には、電話会社を限定させるシムロックがかかっていない。iPhone を、はじめ様々なシムフリーの電話機が流通しているため、日本をはじめ、世界各国で人気が高い。各国の様々な携帯電話の SIM ロックを外す。 サービスも数多く存在する。香港でのインターネット接続は普及率の高いブロードバンドインターネット接続が主流である。光ファイバー接続も普及してきている。香港のインターネット普及率は概ね9割程度と高水準である。数多くのインターネットサービスプロバイダが事業を展開している。香港では個人のインターネット普及率が高く。 市外の至るところに無料で使用できる無線欄のガブーイファイや通信会社による公衆無線欄が設置されている。宿泊施設では高級ホテルからゲストハウスといわれるバックパッカー用の安宿まで無料の無線欄が普及している。一国二制度の方針により特別行政区として高度な自治権を有する香港ではインターネット上の言論及び表現に対して 中華人民共和国政府による、いかなる規制、統制、監視も行われないこととなっており、現在はその方針が遵守されている。ただし、香港の捜査当局が、犯罪捜査のため盗聴を行うことは認められている。この一国二制度の遵守により、香港は、マカオと共に、中華人民共和国領内に及ぶ、広域ファイアウォールである。 金立てのネットワークの外にある。逆に中国本土からは閲覧や検索のできない香港のニュースメディアやウェブサイトが多数存在することが確認されている。香港の国別コードトップレベルドメインは HK である。香港で登録されるドメイン名は現在ではセカンドレベルドメインによるものが最も一般的となっている。 香港基本法は言論及び報道の自由や通信の秘密を保障している。言論及び報道の自由が極度に制限されている。中国本土と異なり、香港基本法の存在のために、これらの規定は遵守されている。ただし広告主となる企業の多くは、中国大陸で活動する上で、中国共産党、中央政府の意向を気にせざるを得ない。 香港経済における中国系企業のプレゼンスも増大している。そのため、広告収入に依存するメディアには自主規制する傾向が出ていると言われる。有力なメディアが中国寄りの企業に買収されるケースも起こっている。新聞の値下げ競争が独立したメディアの存続を危機にさらし、広告収入への依存を強めているという側面もある。 香港国家安全維持法制定以降、当局によるメディアへの締め付けが本格化しており、貧化日報の廃下にや、記事の大量削除などの自主規制が増えており、香港から言論の自由が失われているに等しい。主な新聞には、新法在京新聞、経済日報、明報、西報、東方日報、新田尾日報などがある。貧化日報が、最も、 中国共産党政府、香港特区政府に批判的と言われる。一方、中国系の新聞としては、文化法、大広報香港商法がある。英語の新聞としては、サウスチャイナモーニングポストがある。これらの新聞は、街のブックスタンドで販売されている。ブックスタンドでは、香港で印刷されている日本など世界各地の新聞や競馬新聞、 各種雑誌類を販売している。日本の新聞では、日本経済新聞国際版が香港を印刷拠点としている。かつて発行されていた朝日新聞国際衛生版、読売新聞国際版も香港に印刷拠点を置いた。地上波放送には無線電子香港電台香港電子娯楽、奇妙電子の4事業者がある。 ケーブルテレビ局有線電子などの有料放送も数社存在するほか、アジア各地を放送エリアとするスターや放映衛のような衛星放送局も香港を拠点としている。香港のテレビ放送は香港周辺のマカオや関東省各地で地上波放送が受信されているだけでなく、世界各地で番組が放送されており、香港文化電波のメディアとなっている。 逆に香港では、中国国内の衛星放送を概ね受信できるが、個人で受信する例は少ない。ホテルでは、客室で、日本の NHK の国際放送や、BBC など欧米の衛星放送、アジア各地の放送を視聴できるようにしている例が、多い。2009年、香港政府は、無料放送免許を新たに交付することを決め、有料テレビ放送を運営している。 ケーブルテレビ局や通信企業を親会社とする3社が申請した。2013年10月15日に有線電子系列の奇妙電子と n ウ t v 系列の香港電子娯楽に対して免許交付を認めたのに対し、残りの香港電子網楽の申請を却下する決定を行った。この決定に対して香港市民から批判の声が上がり、 申請却下理由の公開などを求め、数万人規模の抗議デモが発生した。公共放送の香港伝代のほか、民間放送の商業伝代、新城博士派がある。ダブによるデジタルラジオ放送には4事業者が参入したが、いずれも放送を終了した。香港が中華人民共和国に返還、移譲された後は、 香港特別行政区基本法第9条により、香港の行政、立法、司法の場において用いることができる、公用語は、中文と英文とされる。基本法の公用語規定では単に、中文、チャイニーズランゲージとのみ記載されている。イギリス統治時代の1974年に制定された法定語文条例により、中文が公用語となった。 中文に対応する口語については法的な規定がないものの香港の人々は関東語を事実上の共通語としており中文を関東語と同一視している人口の94.6%が関東語を常用もしくは理解し53.2%が英語を常用もしくは理解する香港政府は関東語英語に加え標準中国語の普及を図る 両文三語政策を推進している。広市通話教育の推進は、1980年代から本格化した中華人民共和国の改革開放政策により、中華人民共和国との往来が盛んになったことや、香港の中華人民共和国への返還が背景にある。かつては、標準中国語で授業を行う学校は、中国共産党系または、 中国国民統計の学校だけであった。1990年代からは大部分の小中学校で普通話会話の授業を導入している。返還後、政府の会議も通常普通話の同時通訳が用意されるようになった。香港では一般的に反対時で表記されるが、返還後、政府関係の資料は反対時でも提供される例が増えている。 香港では、関東語を表記するための方言字も多用され、政府が、香港造法アザフ州というコンピュータ用の文字セットを制定している。英語は、1843年のイギリスの統治開始から1974年までの間、唯一の公用語とされていた。香港返還後も中国語に並ぶ公用語として規定されている。 香港はイギリス領であると同時に国際自由校でもあったため社会的上昇の手段として英語の習得は重要であり英語教育の思向性は高かった2003年から学科の内容理解を深めることを目標に中学、高校で関東語を用いて授業を行うことを奨励する政策を実施しているこれは英語力が低下する恐れがあるため 数多くの保護者に歓迎されていない。歴史的経緯から、香港で使われている英語は、イギリス英語の影響を強く受けている。そのため、日本でよく目にするアメリカ英語による表記と比べて、例えば下記のような違いがある。関東語以外には、標準中国語、発カ語、長州語、上海語、貧南語などのほか香港手話を母語とする人たちがいる。 外国出身者では、タガログ語、インドネシア語、ヒンディー語、韓国語、日本語、タイ語などを母語とする人たちが比較的多い。かつてイギリスを創始国としていたことから、香港には本名とは別に英語名を持つものが多く存在する。これは、例えば、チンとチョウのように漢字の人名が26文字のアルファベットを、 用いる英語を母語とする者にとって識別が困難であったり、また区別して発音しにくいものであったりするため、個人識別の補助手段として、イギリス人が現地の使用人や生徒などに名付けたのが起源であるとされている。香港人の名乗る英語名のほとんどは、役所への届け出を経て名付ける正式な名前ではなく、通称のようなものである。例外として、 漢字権以外に出字を持つ、香港人が漢字名と外国語名を共に、正式な名前とする場合などがある。ID カードやパスポートなどへの記載は、各自の選択に任されている。それゆえ、自由に名乗り、名乗ることをやめたり解明したりすることができる。香港人の英語名は、学校で英語の授業を受ける際に教師などによって、名付けられたり、 家庭によってはそれ以前の幼少期から本名と並んで名付けられたりする。他に、欧米人とのビジネスの機会が多いなど、仕事上の必要に応じて自ら名乗るケースもある。もちろん、そのものの社会的な地位や考え方などによっては、英語名を持たない場合もあり得る。具体的な名乗り方は、多くの場合、英語名正の順である。会話上では、 英語名のみで呼び合うことが多い。漢字名と姓名のアルファベット表記を併記する場合は、漢字で本名を記載し、それに合わせて、英語名名声と記載する。姓を中央に配置した表記も見られる。欧米圏の言語を母語としない者が欧米風の名を名乗る、以外のケースにクリスチャンネームがあるが、前述の通り香港人の英語名は、 これとは別の由来によるものが多く、英語名を名乗っていることとそのものの信仰には関係がない場合が多い。もっとも、実際のクリスチャンネームをそのまま使用している人もいる。香港人の中には、花の名前や宝石の名前、トマトやフルーツなど、野菜や果物の名前などを英語名として使っているものもいるし、 自分の本来の名前を英訳したものを英語名としているものもいる。英米人に限らず、フランス語圏やスペイン語圏、ポルトガル語圏など、非英語圏の欧米人の名前を英語名として使用するものもいる。日本ブームに乗り、一部の新日香港人の間で日本風の名前を英語名にする例も見られる。香港在住の海賊にはアラビア語名を名乗るものもある。 中国大陸、台湾や朝鮮半島、ベトナムも含めた、漢事件では、香港の影響からか、香港以外でも英語名など欧米風の名を名乗る、場合があるが、それらの多くは自称である。香港大学香港中文大学香港で有名な、高等学校、英校初院学年度は9月に開始され7月までの、2学期制で、 1>, 1学期目は9月から1月で、2学期目は2月から7月までとなっている。2006年、香港政府は幼稚園児を持つ家庭への学券の配布を発表した。当初は、非営利の幼稚園に限定するとしていたが、営利の幼稚園や子供をそこに預けている人々からの反発を受け、政府は2007年9月以前に限って、次元適用することを発表した。 イギリスの制度に準じ初等教育6年間、中等教育6年間となっている。義務教育は、初等教育と中等教育の合計12年間で、その間の授業料は、無料となっている。2009年以降初中等教育は、基本無料となっている。英語、中国語、数学と通識教育は、後期中等教育の必修の科目。政府認可を受けた。 法定大学が8校ある。1911年に創立された香港発の総合大学であり、香港で最も評価が高く、アジアでも有数の大学である香港大学や1963年に3学院の合併により設立された香港中文大学が国際的に著名である。長らく香港の大学はこの2校だけであった。 その後、1984年に、香港城市大学、1991年に、香港科技大学、1994年に、香港理工大学と香港新海大学、1999年に、峰南大学が成立した。新設された香港科技大学以外は、いずれも、既存の学院からの昇格である。他に、香港都会大学がある。 2006年12月、受人学院が正式な大学への昇格を認可され、香港発の私立大学である、香港受人大学となった。大学以外の高等教育機関としては、法定学院が2校、中殺戦場学院が2校ある。詳細は、ウィキペディア中国語版、香港戦場教育の校を参照。2000年からは、副学士制度が導入された。 アメリカのコミュニティカレッジが授与する、準学士や日本の短期大学士に相当するが、香港では大学などが実施する2年もしくは3年のコースとして実施されている。香港で有名な女子高等学校メリダクオサムイン、学校3プラス3プラス4学生は、返還後、当県下行政長官が推進した教育制度改革の一環である。 中等教育における予科を廃止し、1年間ずつ、後期中等教育と大学に振り分ける。その結果、前期中等教育が3年間、後期中等教育が3年間、大学が4年間となる。申請前期中等教育は2006年度から、申請後期中等教育は2009年度から、申請大学は2012年度から開始される。改革の理由は2つある。 従来の余科の教科内容が専門的かつ高度すぎ、むしろ大学入学後に学習するのが適切な部分が多いとの批判があった。3プラス3プラス4学生の方がアメリカ合衆国など主要な諸外国の教育制度と親和性が高いとされた。後期中等教育から理科系と文科系に分かれるため、前期中等教育の3年生で選択が求められる。 従来の後期中等教育終了テスト、香港中学開校と、余科終了テスト、香港高級程度開校は、香港中学分、頼む講師に一本化される。香港の格闘技に対する賛辞である、星光大道のブルースリーゾー香港映画産業が、イギリスの植民地時代から盛んであり、すでに映画制作事業から撤退したが、ショーブラザーズや、 ゴールデンハーベストなどの大手映画制作会社の本拠地があるなど、関東五県における映画産業の一大拠点として君臨しているだけでなく、日本や台湾と並びアジアの映画産業における中心の一つとなっている。1960年代から現在に至るまで、ブルース・リー、ジャッキー・チェン、チャウ・シン・チー、チョウ・ユン・ファ、ドニー・エンなど、 多くの世界的に有名な映画スターを生み出した。他にも、アンドリュー・ラウ、ジョン・ウー、ユエン・ウーピンなど、その個性が広く欧米諸国においても認められた、才能ある映画監督を輩出している。世界の映画、映像文化への独自の貢献には目を見張るものがある。関東五県内の香港ポップス音楽の流行発信地の一つとして、 アジア圏内で人気が高い多くのアーティストを多数、輩出している。越劇や、国楽の演奏団や、ロックバンドビヨンドや、イギリスから伝わったバグパイプの楽団などの特徴ある、音楽団体も多い。アメリカやイギリスのポピュラー音楽の人気も高いが、日本人歌手、アーティストも安定した人気を保っており、CD ショップには、J、J-POP のコーナーもある。 2006年7月10日から7月13日にかけて、香港文化中心と香港市民大会堂で、国際青少年が主祭が、アジアでは初めて開催された。東京と並ぶアジアにおける、ファッションの発信地として君臨している。上海なだ、ジョルダーのジョイスなどの有名ブランドや、セレクトショップのほか、アランちゃんや、ジョアンナ・ホーなどの世界的に著名なデザイナーや、 クリエイターを多数輩出している。地元デザイナーやブランドが多数存在し、中国大陸やアジア諸国など広大なマーケットが存在することから、香港ファッションウィークや香港国際毛皮地層、展覧会などのファッション関連のフェアやトレードショーなども定期的に行われている。九龍のチムシアッチにある香港芸術館や深海の砂田にある 香港文化博物館などの美術館や博物館では新旧の作家の作品を鑑賞することができる。香港の各地にも個人や法人の経営などによるギャラリーが点在しており、ワンチャイの香港芸術中心では最近の作家を中心とした現代美術作品の展示が行われている。貿易都市である香港にはクリスティーズやサザビーズといった。 オークション会社がアジアでの本拠を構えており、美術市場が形成されている。隣国の中国をはじめとして、日本や台湾などの東アジア、東南アジア、ヨーロッパ、北、アメリカなどから集められた古代から、現代美術にわたる幅広い作品が集積している。2年に一度、香港の美術の祭典である、香港ビエンナーレが開かれる。 イタリアのベネツィアで2年に一度開かれるベネツィアビエンナーレにも香港出身のアーティストによる作品が出展される香港の著名な作家としてはトリコロールのシートを使用した作品で知られるスタンレイウォンやグラフィックデザイナーのアランちゃんなどが挙げられる特にアランちゃんは日本の三井住友銀行のロゴなど香港以外での企業 CI やインテリアを デザインしていることでも知られる。香港発のデザイン情報誌、イドンが発行されるなど、香港はアジアの中でも美術に関する意識は比較的高い位置にあると考えられる。香港は広告産業が盛んである。土地柄、香港の美術は各種コマーシャルと密接に関わりがあることも多い。香港の生活や歴史、文化などからインスパイアされた作品が多いが、 ヨーロッパや日本、アメリカなどの文化から受けた印象を作品に反映させる例も多く見られ、貿易都市ならではの一面も伺わせる。香港のサブカルチャーは貿易都市として東西の文化が入り混じりながらも、香港の生活や歴史を反映した独自のコンテンツも多く多彩な一面を見せている。1990年代の後半から、 造形作家のマイケル・ラウやエリック・ソー、鉄人兄弟などを筆頭としたフィギュアなどの立体造形作品が流星した。日本では渋谷系文化の一端として紹介された。現在の香港では特に日本の文化からの影響は大きく人気がある。これはもともと香港で放送されているテレビ番組などで日本のアニメーションやドラマなどのコンテンツが 数多く提供されていることが考えられ、特に若年層の生活様式や、ファッションなどにも多大な影響を与えている。ミネ・ミナミ大学の両朝日明は、茶道や着物に象徴されるように、彼らの深い文化が羨ましいのです。私たちには、そのようなものは、あまりありませんとして、香港人が、日本の文化を称賛するのは、お金に、豚欲な香港文化よりも、 豊かに見えるからと述べている。2000年代に入り高速通信網の整備が進み、YouTube やニコニコ動画といった動画サイトなど IT の発達により、香港では日本における最新コンテンツとの親和性は、ますます高くなっている。日本では主にアニメや漫画、ゲームなどのコンテンツを指す総称として、マグという言葉が作られたが、 香港ではこれに相当するものとして、汗じいがある。日本のアニメーションや漫画などの秋葉系と呼ばれる、萌え文化を題材とした各種ファンイベントや、同人種即売会も香港各地で数多く、開かれており、大規模なものは、九流の九流暗黒祭展望中心で、開催されている。毎年夏と冬に東京ビッグサイトで開催される。 世界最大の同人誌即売会であるコミックマーケットなどを筆頭に日本国内各地で開かれる各種即売会へ直接出向いて参加するものも増えている加えて台湾や中国大陸の主に関東省、甲州などで開かれる日本のサブカルチャーをテーマとした同人誌即売会へ参加するものも多く逆に台湾や甲州のものが 香港の同人誌即売会へ赴く例も多い。最近では、漫画やアニメの舞台となった土地をめぐる、いわゆる聖地巡礼を目的として、日本国内を観光する者も、も数多くいる。香港独自のコンテンツとしては、中国の歴史を基本とした、武教映画やアクション、クロ社会などを題材とした、香港コミックスがあり、分業制で制作される。 劇画調のスタイルが特徴である。近年では時空冒険機ゼントリックスやマクダルシリーズに代表される香港製アニメーションもいくつか制作されている。香港でサブカルチャーを題材とした日本史は毎年夏に香港島のワンチャイにある香港会議展覧中心で開かれている香港ドーマン伝言説がある。 香港でのサブカルチャー文化の消費を支えている地区は、主に、香港島のドラワン地区や九龍のサカン地区、深海の砂田地区などで、この界隈にはこれらの商品を取り扱う店舗が多く、出店し、中には、サカンのノブカズ中心など専門店街や、ショッピングセンターを形成している箇所も見受けられる。香港セブンズは、 イヤーブ・セブンズ・ワールドシリーズの7人制ラグビー競技会においてプレミアトーナメントであると考えられており毎年3月下旬の週末に開催される。香港の国内オリンピック委員会である中国香港体育協会及びオリンピック委員会は中国大陸の NOC である中国オリンピック委員会とは別個に国際オリンピック委員会の承認を得ている。 このため香港のスポーツは1997年に香港が中国に復帰してからも中国大陸のスポーツから完全に独立しており国際大会には中国香港として出場する。中国大陸で盛んな卓球などのスポーツでは代表選手の選抜が中国大陸より容易であるため香港へ移住して出場する選手も少なくない。 香港のオリンピック金メダリストは、ヨットミストラル級のリレーさん選手とフェンシング、男子フルーレ個人競技の超家明選手の二人がいる。近年香港で行われる大規模なスポーツイベントとしては、香港セブンズと呼ばれる7人制ラグビーの大会や、市民約3万人が参加するスタンダードチャータード、香港マラソンなどがある。香港は、 イギリス植民地であった影響から競馬が盛んである。このため馬の輸出入に対する権益の制度整備は中国大陸より進んでいる。一方で中国大陸はこの権益が厳重であるため2008年北京オリンピックの馬術競技は香港の砂田競馬場及び隣接施設で開催された。中国大陸と香港とは異なる NOC の 管轄領域となるが、オリンピック競技の一部が異なる NOC の領域で、実施されたのは1956年のメルボルンオリンピック以来である。2009年には、第5回東アジア競技大会が開催された。香港では、外食産業が発展しており、世界各地の料理を出すレストランが、庶民向けの安価な食事を出す店から世界的に名を、知られる高級レストランまで、 様々なものが存在する。関東、長州、四川、上海、北京、台湾、マカオ、ハッカなど各地方の料理を出すレストランが香港中にある。このうち約8割が関東料理のレストランである。この他海の幸を専門に取り扱う海鮮料理店が最高などに多数存在し、日本人にも人気がある。香港政府観光局では、 毎年、ベスト・オブ・ザ・ベスト香港料理大賞を開催して、料理界の盛り上げに一役買っている。日本料理は、比較的古くからも高い人気を保っており、在留日本人向けでなく、地元住民を主なターゲットとした、寿司屋やラーメン店、居酒屋などが、数多く存在する。日本料理店は大きく2種類に分けられ、日本人の経営者もしくは料理人がいる。 日本料理店と香港人による未知識と呼ばれる日本風の料理を出す店がある。在港日本人に人気があるのは当然前者であり、日本企業間での接待の場所、各方面の在港日本人会の会合場所として利用されるが、価格は日本国内と同等あるいはそれ以上である場合が多い。後者の評判は日本人の間ですこぶる悪く、もっぱら、 香港人の下に合う料理として、香港人の間ではやっている。イギリス統治時代の影響から、欧米の料理にも人気があり、イタリア料理やフランス料理、ドイツ料理などのヨーロッパ各国の料理の人気も高い。香港では、古くから、イギリスの植民地であったインドから働きに来ていた人も多く、インド料理店も各地にある。家政婦や警備員。 IT 関連の職種に従事するためフィリピンやインドネシア、タイなどからやってきている人たちも多く、これらの国の料理を中心としたエスニック料理店も多く、輸入食材を扱う店もあちこちにある。ベトナム料理店や韓国料理店も多くある。日本のインスタントラーメン会社、日清食品が製造販売する袋麺、出前一丁は1969年から香港に、 輸出販売され、1985年に、香港に、現地法人による工場を建設して、出前一丁の現地生産を開始、香港による、日本ブランドのインスタントラーメンでは、トップシェアを誇っている。そのためか、香港での、出前一丁のフレーバーは日本より、ラインナップが多い。香港では、茶三丁と呼ばれる洋風、または、 香港風の軽食を出す店が至るところにあり、大快活や、大化学、微信 MX といったチェーン店も存在する。各種ファストフード店や、餅店と呼ばれるケーキ屋やパン屋も香港の中で見ることができる。コンビニエンスストアでも、軽食を買える。かつて多かった屋台は、衛生上制限を受け、決められた場所でまとまって、営業をしているにとどまる。マクドナルド。 ケンタッキーなどの米系ファストフードのほか、吉野家も数多く出店しており、日本国内とほとんど変わらない味を日本より安価で提供している。日本の菓子と呼ばれるの人気も高い。コンビニエンスストアやスーパーマーケットでは、ポッキーやコアラのマーチ、カッパエビセンなどの日本直輸入や、現地生産の日本ブランドの菓子を多く見かける。 霊食物語、お菓子ランドや、優の良品、アヒ一番など、日本語表記の菓子チェーン店も存在する。環球貿易広場香港では、特に中心部の市街である、香港島北部において、山ちで狭い地勢から、ビクトリア湾沿いに超高層建築が林立している。1972年に建てられた、中間のジャーディンハウスを皮切りに、現在では、 世界第4位の高さを持つ西急流地区、ユニオンスクエアの環球貿易広場や、2003年春工で、シーザー・ペリ設計による国際金融中心、第2期を筆頭に、数多くの超高層を建築が見られる。中には1985年春工のノーマン・フォスター設計による香港・上海銀行、香港本店ビルや、1988年春工の、 ポールルドルフ設計による立法センター、1990年春光のイオミンペイ設計による中国銀行タワーなど世界的に著名な建築も含まれる。加えて、香港島の向かい、ビクトリア湾を挟んだ、急流半島側にも超高層建築群ができつつある。これは、急流市街の埋め立てが急速に進んだこと。 そして、九流湾地区にあった、京都区空港が1998年に廃港となり、同空港への航路であった、九流の建設規制が大幅に緩和されたことによる。香港における超高層建築の集積率は、アメリカ合衆国のニューヨークシマウンハッタン地区を抜き、現在は世界で最も多い。香港の主な超高層建築は次の通り。 ビル建設時に用いる作業員の足場としてほとんどの建設現場で大量の蓄材が使用される。これは香港に隣接する関東省などで丈夫で安価な竹が大量に入手できることによる。この蓄材の足場を用いて高層ビルを建設するという方法は中華圏で見られ、これら地域に特有の光景である。1998年に 京都区空港が廃止されランタオ島沖赤角の新香港国際空港に移転したことで、これまで京都区空港への着陸時の航路となっていた、急流地区の高さ規制が外され再開発事業が活発に行われている。急流、左官各地区のランガムプレイスなどは、その代表格である。西急流地区では、オフィス、住居、ショッピングモール、 ホテルなどを兼ね備えた巨大複合施設のユニオンスクエアが建設され、ここに隣接して西急流文化施設群と呼ばれる現代美術館や劇場、ホール、展示場、スタジアムなどを兼ね備えた文化施設が建設される計画である。京都区空港跡地のある急流城地区や急流湾地区では空港用地跡の敷地を利用しオフィスと住居を主体とした。 複合施設を建設する計画がある。香港島北部の市街地、特にワンチャイ地区でも環境整備という名目で再開発が進められているが、ここでは古くからの外区ということもあり抗議活動が展開され、急激な開発は元来居住している住民の同意を必ずしも得ていない実情も垣間見える。高層住宅建築の密集する。 香港東東部の魚湯地区。ますます招待化、ますます怒りたい化、こう薫る花園2015年撮影。伝統的な村落の形式は、外部の者の,の攻撃や盗難を防げる、囲いと呼ばれる城壁の中に、霧妻の家を建てるのが普通であった。この形式は、現在も、深海の発火集落に一部残されている。 現在では見かける機会はほとんどなくなったが、香港島南部の香港語や旧流の深み、深海の最高などでは、古くから丹民などと呼ばれる水上生活を営む者も,も見られた。イギリスの統治が始まると洋風建築もでき、第二次世界大戦以前の中心地区では、コロニアルスタイルの建築が印象的だったが、大戦以後は、 国境内戦後の中華人民共和国からの難民によって建築様式の変化が起こった。1950年代までは1階が店舗で2階が住居である伝統的なショップハウスと呼ばれるスタイルを踏襲していたが1950年代以降はそれまでのショップハウスの中廊を取り払い中層化したペンシルビルになった。急激な人口増加に対応するため 1950年代から1960年代には、九流などの郊外に、香港成長は仮想を、工場、上層をアパートとする、プレハブ方式による、同規格の建築群を大量に建設した。香港への難民の流入による、住居の得意な例として、九流の九流上地区に存在し1994年に、 取り壊された急流斎場などの例も挙げることができる。この時期まで香港の住環境は必ずしも良好と呼べるものではなく、この状況を改善すべく1980年代以後は、成長主体で計画的な大規模開発が行われ、低層部に商業施設を作り、その上に庭園付きの高層住宅を作るスタイルが一般的になった。現在では政府と 民間開発業者の主導で、九流地区や新海地区の砂田、元明、ら、将軍育、西伊島、そしてランタオ島の東湯などを中心に、超高層住宅を伴う大規模なニュータウンが建設され、同時に鉄道網も整備されている。香港島や九流地区などでも超高層マンションが数多く建設されており、 中には高さが250メートルを超える建物もいくつか完成している。このことから日本の住宅がうさぎ小屋なら香港は蜂の巣だと言われるようになった。香港の住宅価格は非常に高くニューヨークやロンドン、東京など世界的に高値と認識されている都市の水準に迫るか場合によってはそれを上回る価格で取引されることもある。 これは、オフィスや、工業用地など、香港の不動産全体に対し共通する現象でも、ある。香港はもともと土地が強小である上、山勝ちで、不動産開発の容易な平地が少ない。駐車場用地や、関税の問題から自家用車などの所有が難しいため、公共交通機関の発達している、市街中心部や洋商へと需要が集中している。 このため、不動産の価格が押し上げられ、結果的に、海岸部の埋め立てが急速に進み、市中に超高層建築が林立した。半山区や頬鉢などの高級住宅地では、隣接する山地の中原に、山自体を超える高さの超高層住宅を建設する、ことも、珍しくない。九流、香港島及び、香港のスカイライン世界三大夜景の一つである。 夜間の香港島のスカイラインカテゴリー、香港を舞台とした作品を参照。美しい風景と生活感あふれる風景が、隣り合わせにある香港を、地元で制作された映画だけでなく、ヨーロッパや日本、アメリカで制作された多くの映画作品も主要な、舞台都市、または、劇中の一場面の舞台として描いている。香港政府、日本政府その他。ありがとうございます。